確定申告の受付が今月17日から始まります。 JR 静岡駅では早めの申告を呼びかける PR 活動が行われました。今朝 JR 静岡駅では静岡青色申告会や税務署の職員たちが啓発のチラシが入ったティッシュなどを配り、早めの確定申告を呼びかけました。またインターネットを利用して確定申告ができる e-tax についても PR しました。 e-tax はパソコンやスマートフォンで作成した申告書のデータを24時間いつでもそのまま送信でき、税務署へ行く手間がかかりません。静岡税務署によりますと、去年県内で e-tax を利用して申告した人の割合は 55% で、普及率は年々上昇しているということです。確定申告は今月17日から来月16日までで、青色申告会では申告方法や税などについて随時相談を受け付けているということです。